オールマイトは自分の代わりとなる次世代のヒーローを雄衛星の中から探そうとしていた。いえ、最後の言葉から察するに、すでにその人物を決めていた。数々のスクープをものにしてきた私の勘が告げている。緑谷いづく、次は君だ。えっ、写真、カメラもないのにプリントアウトまで。旅行でスナップを撮ることくらいしかできない個性だと思ってたんだけどね。 神の事件でオールマイトが最後に送った言葉、その相手はやっぱり緑谷君だった。心配しなくていいよ、裏が取れてない憶測で記事を書くつもりはないから。悪いのは雄衛星の寮生活レポートなんて嘘の取材でここに来た私だ。それとなんなん。 デク君、さっき記者さんと何を話してた？それはその、お肉の匂いがする。え、あ、さっきオールマイトから差し入れもらったんだ。オールマイトの引退で漠然と広がっていく不安、それはやがて現実のものとなり、さらに拡大していく。